ほんまよ。うん。俺違う。その締めた方がいいんじゃない？よくないか。それ。なんか始まってんの？そして。おお。インスタライブをご覧の皆さん、こんにちは。エンジンです。ステーキ出ちゃった。どういう思考回路？ステーキ。さあ始まりましたね。おお。ヒューがいます。ヒューがいます。マジおかえり。カムバック、カムバック。中谷カムバしました。いや久々、メンバーには久々になった。ちょっと人見知りになっててちょっとね、コミュニケーション能力がちょっと下がったな。いやマジおかえりよ、ほんと。おかえり、おかえり。なんか今日、あ、そうだって、ちょっとコメント欄に。そうだね、コメント欄に。しかもね、今日はね、まあ、それ山田京くんと、ちょっと中林遠井くんがちょっとサボってるんで。あ、そっか。そうだね、サボってるんで。今日の旅行です。今日の旅行。さっきだって、エンジングループにあのスタバ出てきたもん。そう、スタバ飲んでたんで。ヒューバー中のね。そうそうそう。ウェルカム、ウェルカムバック、中谷ヒューバー。ウェルカムバック。めっちゃかっこよく言う。英語使いたがりやね。ヒューバーとおかえり、ヒューバーとおかえり。海の日って。そうだね、海の日。海の日って。いやもう先暑いね、マジで。ねでもね、今日洗濯物してたんだけど、うん、めちゃくちゃ乾くの早い。わかる、わかる、わかる。確かにフェイスタオルとかマジ1時間で乾く。バスタオルに関しては1時間半で乾く。それちゃんと家事やるんだね。当たり前でしょ。俺マジで最近思うのが、将来主婦やりたいなと思って。あ、似合うと思う。一番向いてる。夫の方、夫の方、夫の主婦やりたい。何それ。今日はなんで練習来れなかったんだっけ。あれそれ言うか。今日ね、みんな自主練習してたんで。自主練習してたんですよ。ソル君だけね。そうそう、今日自主練習してたっぽくて。で、俺はちょっと今日、ちょっと言っちゃおうかな。4万円のテレビ台を買いまして。おぉ、そう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 。でも4万円もしたんだから俺絶対一生使ってやろうと思って。そのテレビ台が届くのを楽しみにしたんですけど、配達時間がわからなくて。はいはいはい、一生待ってて待ってて、まだ届いてねえ。まだ届いてねえ。まだ届いてねえ。俺が今の時間にね。そうそう、なんか帰ったら、あれ入って、再配達受付センターね。あー、ちょっとめんどくさいやつ。そう、めんどくさいやつ。まただよ。また最近多いんだよな。なるほどね。じゃあなんか、くまちゃんとか、はい、なんか最近あった出来事とか、なんか話が。え、くまちゃんに言ったらちょっと困っちゃうでしょ。くまちゃんもね、くまちゃん、くまちゃんも、ありがとう、フォロー。くまちゃん、うん、くまちゃん、おい、今日はね、演じのツッコミの方がいないから拾えないから。久しぶりだね、この感じ。そのエリックの拾いきれない感じ。しかもくまちゃん、最近の出来事一切言わない。いい感じにスルーしてたの。せっかく流れたと思ったのに、せっかく振ってあげたのに。困っちゃうの、草って。これだけやっぱね、ヒューガくんよ。あ、いや、あ、間違えた。お前、違うんだ。久しぶりでやっぱりメンバーの名前覚えてない。ちごめん、ごめん。ほんまにごめん。怖い、怖い、怖い。違うんだよ。ヨナくんどうよ、最近。え、てか、さっきインスタライブやったんですけど。あ、やったね。つかないか。昨日わかんないけど、やって。一人だとめちゃくちゃ緊張するけど、みんなとやると本当に落ち着く。自分が言わなくても、みんな言ってくれるから。わかるわ。さ、めっちゃ聞きたいことあったんだけどさ、モノマネするじゃん。一人でやるじゃん。誰もさ、フォローしてくれないじゃん。だからそういう気持ちになるんだ。それがいいよ。一人でやるから、なんかシーンってなってる空気もないし、なんかなるほどね。そう、何も怖くない。あ、じゃあ今日みんないるからさ、フォローもできるわけだし、ちょっと一発。でもさすがにさ、最近なんかもうね、俺両方に飽きてきたの。あははは、飽きてきちゃう。レパートリー少なくて飽きてきちゃう。違う違う違う、見てないでしょ。見てない、見てないでしょ。俺自分これ見ようとしたのね。そしたら電波悪すぎて。あ、今めっちゃ言います。あれ、これさっき見たなみたいな。さっき見たなってところでずっとなんかわわわわってなってんの。だから見てね、全然。いや、これはもうなんか知らないね、よくね。じゃあこの前のインスタライブでやっていないモノマネをお願いします。やってないモノマネ、それ前じゃん。それは気になる。やってないモノマネやもん。え、なんかじゃあいいよ、ちょうだい。それ全力でやろう。え、マジで俺がお題出すの。それまさかもだった。いいんだよ。じゃあさらにそれ聞いちゃっていいんだよ。わかった。
原宿の竹下通りを歩いているおビートたけしさん。うわー、気になるー気になるー。うわー、もう声めっちゃもうそのやいてからそのアンバランス感気になる。はい、どうぞ。これ、ちょっといや、やばい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 、これやばいわ。それって人違いじゃん。それ、たけしさん、それ、出川さんなんですか。やばいやばいやば、出川さんなんですか。それ、たけしさんじゃないですか。俺が悪いな、全部な全部俺が悪いわ、ごめん。マジで悪い。格好はたけしさんだったけど、口これね、口調はこれね、これやりながら出川さんだった。あ、ヒントだけど、なんだっけ。バカ野郎だ、バカ野郎が、なんかなんか言うてる。ベロベバロじゃない。バロ、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 最近ちょっと俺やりたいことがあって、はい、ちょっとごめんね、ちょっとこれだけちょっとやりたいと思ってたの。さっきインスタライブ始まる前にちょっとこっち後ろ3人で遊んでたんだけど、僕が、そのなんか最近さ、いろんなアーティストさんいるじゃん、はい、なんかずっと前の中でいいのみたいな、はいはいはい、髪は最高を送らないから、ああ、ちょっと長文、そうそうそう、長文なアーティスト名、それをなんかなんていうの、即興で作って、ね、即興で作って、うん、皆さんどうも始めますみたいな、うん、じゃあ、はいはい、今回はカウントダウン TV さんに出たとします。はいはい、今カウントダウン TV のカメラがあります。はい、ここでね、はい、ありますね。それに向かって一言。あー、なるほどね。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんにちは、何々です。これいこう。はいはいはい、これいきましょう。あ、こういうゲームね。うん、こういうゲーム。はいはいはい。じゃあちょっとね、発案したこういうのマジで、ね、考えたら負けだから、そうだ、ね、考えましょうか。ちょっとみんな、はい、じゃあそれ、はい、降りて、はい、降りてきましょうね。はい、3、2、1、9。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんにちは、午前4時真夜中のパスタです。ありそう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 、はい、同情的にさっき言っとんねん。めっちゃ考えもらえます。全然降ってこなかった。全然降ってこなかった。むしろ生み出してたもんね。じゃあ次行こうか。おい、やるのこれ。でもさっきのタイガがめっちゃ面白かったの。タイガがな、めちゃめちゃ面白かった、ね、意外とありそうなアーティストに出してるの。ありそうやな、うん、じゃあタイガ行きますか。はい、行きますよ。3、2、1、9。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんにちは、電球はいつ消えるんだろう。いや、略したら電球ね。そう、電球、電球、略したな。今パソコンに出そうよ。ちなみに俺マイパス。マイパス。あるの？俺マイパス。そんな。あるの？でちょっとさっきめっちゃ面白いこと言った。はい、めっちゃハードル上げるよ。死ぬほどハードル上げる。じゃあ僕行きますか。はい。じゃあカウントダウンお願いします。三、二、一。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんにちは。あの日君というプールに溺れてしまった。お疲れ様でした。それは略し方的には何やるのかな。略すと何、略すとあの応募です。あの応募、あの応募か。あの君じゃなくてあの応募。そう、あの応募です。あの応募か。ありそうだな。あー、もう今日変えたい。もう変えたいな。これ使いたいな。これ結構これ好きだわ。あー、後ろの3人しか盛り上がった。すごいね、温度差が。前からすごいなんか視線を送られてきて、この被害を受けるのはこの3人だけで。そうだね、今日もやる。やめてよ。もうじゃあエリックの宣伝までいきますか。大丈夫ですか、準備。はい、いきますか。3、2、1、9。え、ここはどこ。あ、地雷踏んでしまった。地雷踏んでしまった。略してエンジン。せーの、エンジンです。聞いてました。やばいやばいやばい。皆さん、この地獄の空気感を共感していただけると嬉しいです。やばい、今の見てる人減っちゃう。見てる人減っちゃう。やばいやばいやばい。怖い怖い怖い。あ、二人増えた。まあ、海の日やからね。そう、何してもいいんだよ。そうね、そう、海の日やから。遠い君、遠い君いてほしかったね。ねえ、いてほしかったね。ひらきれいよ、エリック。ごめんね。最初からエリックワールド全開やったからね。びっくりしたわ、エリちゃん、てんてんてん。今、エンジン、
あのエリック会話できないだってエンジンに関わらずエンジンのみならずなんか宇宙人とかに見えてきたたまに見えるそうそうそうたまに見える同じ星の人じゃないよエリック具合にちょっとお願いしていいですかもう行きましょうじゃあそうですね行きましょうはいじゃあもう茶番というかねお遊びはここまでということで、はい、あのエンジンからいくつか大事な大事なお知らせがあるんですよね。じゃあ、はい、じゃあそれをじゃあ一つずつ紹介していきましょうか。はい、じゃあまずはエリッククマちゃんからね。ちょっとお知らせを。エリックマ、はい、エリックマからお知らせをお願いしてもいいですか。運動することね。運動することじゃねえで。なあ、ふざけんなよな。めっちゃ怒るやん。遊びじゃねえんだよ。めっちゃ怒るやん。めちゃめちゃ怒るやん。すごい厳しい。ごめんね、クマちゃん。怒っちゃったすみません。いいよ。ごめんね。行きましょう行きましょう。あ、日本語切り替えエグ。いきます。なんかこっちが緊張するの。さわさわする。コラボカフェ開催します。コラボカフェ開催します。よろしく。コラボカフェだよ。世間がオリンピックで盛り上がってる中、エンジンをコラボカフェします。おーい、いいね。なんか絶対さ、何やってんだよって突っ込まれるから、ね、僕たち、あの、五輪に対抗して僕たち三輪だから。そうだね、あの、二つ少ないから二つ少なくても俺たち勝てるから確かに、ないですよ。あの、この度、はい、エンジンのコラボカフェを開催させていただくことになったんですが、はい、場所はザ・ニューオーダーテーブル渋谷店さんとあのコラボさせていただくことになりました。嬉しいねー。あの渋谷です。時間は、あ、場所、あの、東方シネマズの裏、B1 にあります。おー、はい、で時間が11時半から8時、夜の8時です。うん、まだ営業してるってことだね。そう、ランチもディナーもおやつも行けます。おー気になる。何種類くらいあるの。気になるね。あ、じゃあそこも言っちゃいますと。お、言っちゃいますと。言っちゃうんですね。ないですよね。言っちゃっちゃうんですね。まずフードが7種類やります。めっちゃあるじゃん。フード7種類、さらにそこからデザートが2種類。おい、デザートも、そのデザートもいただけちゃう。そしてさらになんとドリンクが9種類。イエーイ。計18種類ですね。じゃあ、はい。でしかもこれが、前回ね、ツイッターの方で急にエンジンから皆さんへのアンケートがあったと思うんですけど、うんうん、まあ、何かはまだあの、まあ、お楽しみということなんですけど、うん、こちらのアンケートで決まったメニューをあの、うん、チャージドリンクとして、うん、あのご提供させていただくことになりました。急だったもんね、あのなんかアンケートして。なんかさ、比較的に見たらあれな、何の投稿やったよ。違う、これなんです。日程決まってる。あ、そう、日程が8月の3日、うん、から29日までの期間。うわー、いいね。夏休み丸かぶりじゃないの。マジでみんな来れるんじゃないの。絶対来てほしい。ね、来てほしい。で、これあのフードとかはあの、うん、今までのなんか舞台のこうなんかのイメージだったり、それぞれのなんかこうただのメニューじゃなくて何かをイメージして作られたものが多いので、そこもドキドキワクワク楽しみにしていてください。メンバーがね、こういろいろ頑張って考えたものとかもあるし、特にこのエイリックくまちゃんもすごくコラボカフェについては頑張ってくれた。コラボカフェ担当のエイリックまでございます。だからね、楽しみに。で、なんとこうフードだけじゃないんですよね、エイリックさん。そうです、ノベルティもあります。おー、ノベルティ、ノベルティはなんか聞いててもわからない。そうそう、何かもらえます。何かもらえます。あ、なるほどね。あ、すっごいわかりやすい。すっごいわかりやすい。来てくれた入場特典にランチョンマットがあります。ランチョンマット知ってますか。ランチョンマットって何ですか、教えてください。なんかテーブルの紙。テーブルの紙。ベテランが。テーブルのね、マットね。そう、マットですよね。ご飯を置くマットやつ。うん、マットです。こちらは、特になんか購入とか必要なくて、あの、来場特典として来て
てくれた皆さんにランチョンマットは1枚プレゼントしていますように。嬉しいねこれ。だから2回来たら2枚もらえるの。うわっ、そうだから5人家族なら5人来たらみんな分そう。これってさ、一歩入ってもらいますとかだね。ダメです。ダメでしょ、それは。あのそれはダメっぽいです。ダメっぽいです。誰もやらないから。誰もやらない。やってほしくないけどな。さらにあの入場特典だけじゃなくてコラボメニュー1品オーダーごとに、うん、ランダムでメンバーのコースターがつきます。すごい。マジで。コースターがランダムなんで、あの9種類頑張って集めて、うん、なんかどれ食べても美味しいはずなので。あの美味しいですよ。何でも食べてください。何でも食べてください。、うん、あとね、あのメンバーみんながさ、それぞれドリンクとかでにつける旗みたいなのに絵もメンバーそれぞれが描いた絵もついてくるので、それも、ね、楽しみに、あの来てのお楽しみにしてください。お願いします。それで知ったけどみんな結構さ絵上手だよね。絵上手かったね、うん、特に誰が上手とかありますか。トイとかびっくりした、ね、あ、可愛かったね。なんかここにいないメンバーの名前出されたけど、あ、トイとかね。そう、うん、トイとか。で、こちらのコラナ、でしょ。しかもヒューガのさ、うん、あれ、あの絵になってると思ってなかった。あの絵どういうこと。気になる、気になっちゃう。気になっちゃうよ、それ。クマちゃんとヒューガが案出してたんだけど、うん、確かにこれでもないし、これでもないし、これになってたから確かに、適当に。よし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 よ見ても楽しめると思います。はい、ぜひ。嬉しいです。どうですか、なんかコメントとか来てるよ。ハニャーも来てる。ハニャーって来てますか。嬉しいね。それか。ハニャーも嬉しいね。おお。やぜやぜ。ねえねえ、みんな一緒に行こう、ここで約束ねって。いやー、ほんとぜひみんなに来てほしいよね、盛りだくさんだからね。コラボカフェ期間はご飯に困らねえな。ああ嬉しい。困らねえな。カフェの前のホテルに泊まっていただいて、朝昼晩3食ガチ勢。そう、すごくね、コースターも揃いやすいから。そうね、種類いっぱいあるから。そうそう、いっぱい食べてほしいよ。ユーズの友達も増やしたら、うん、ね、友達連れてきても確かに嬉しいね。すごい絶好の機会だもんね。そう、確かに。皆さんぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。さあ、そしてまだ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 あります。まだまだまだ、はい、はい、じゃあ続いて次、告知内容2番目、はい、ピースサマーの配信リリースを記念して、おメンバー別背景映像が毎日変わる Spotify キャンバスキャンペーン開催。おお、それ Spotify ですね。はい、Spotify ですね。あ、まずあの先日行われたピースサマーのインスタミュージックスタンプキャンペーン、うん、たくさん皆さんご参加ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいコメントとかいろいろ書いてあったからね。で、当選した方こちらですね。こちら。あら、かわいい。で、山田今日来てる。うん、今日から来てるコメント。あ、今日。こちら、ぜひ、あ、ぜひ、当選した方、後日に発送するので、お楽しみに待っててください。まあ、今日もコラボしたらいいんだよ。ね。今日コラボしようよ。できるのかな。今まあ今時間がしましょうかね。でですね、はい、明日からは Spotify での楽曲シェアキャンペーンを実施します。ここでしか手に入らないセカンドシングルポスターを、お、毎日抽選で1名様にプレゼントします。こちらですね。毎日バーン。あら、かっこいい。あら、まあ、あら、かっこいい。すごい。ジャイマンズなのこれ。こちら毎日1名様にランダムで当たるのをぜひご参加ください。お願いします。そしてメンバー別背景映像は毎日0時に更新されるので、はい、ぜひ毎日楽しくご参加できると思うのでね、うん、皆さんぜひ来てください。来てください。参加してください。参加してください。ご参加してください。ご参加ね。かっこいいな、そのポスター。かっこいいよね。ポスターって他にもさ、手に入る機会あるの。どうなんだろう。ないですね。ないですね。てか僕らでも持ってないくらいの。確かに。そうそうそう。めちゃくちゃだよね。だから僕らも応募して。じゃあこの機会にぜひゲットしてください。ゲットします。壁に貼ってください。
ぜひ。じゃあ今日皆さん Spotify ダウンロード対面強制ですね。知らない方は皆さんぜひ一緒に見てください。はい、でですね、参加方法なんですけど、うん、Spotify でピースサマー、これこっち行こうですよ。 Spotify で、うん、ピースサマー、あ、やってくれる？はい、Spotify でこうやってピースサマーを、検索していただいて、うん、こちら押して、こちら押して、あ、これ見つかって、見つかで、なんだ、お、あら、ちょっと見えちゃった。本当にピースサマーを検索していただいて、こちら押すと、まあ、こうやって出てきます。で、この右上の右上のこの点点点押していただいて、シェア押していただいて、インスタグラム飛んでいただいて、これストーリーにつながるので、でこれちょっとこうやってね横にやって、エーリックかわいい、エーリックかわいいってこうやってやってでもいいですし、なんかピースサマー最高でもいいですし、これでストーリーズ載せてください。うん、はい。でもなんか面白い機能だね。めちゃめちゃ、僕も知らなかったそれ、こういうのあるの、はい、こんな感じで皆さん参加できるので、はい、ぜひ参加してみてください。お願いします。投稿期間は7月23日の木曜日、うん、まあ、明日か、明日から7月31日の土曜日まで毎日0時更新されていくので、いろんなメンバーが、うわ、気になる。今回はエイリックですけど、またね、はい、後日どんどん変わっていくので、はいはいはい、皆さんチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうね、これ撮ったもんね、うん、撮ったね、撮ったね、いろんなところ撮ったんじゃないかな。そうね、メンバーそれぞれ、いや、マジそれぞれの違った感じのね、うん、その動画みたいなのあるから、うん、それちょっと気になるね。楽しみじゃないこれは、うん、まだ見てないもん、俺メンバーの。嘘、見てない。見たもん。見てない。見てない、うん、気になる。楽しみ。普通にめっちゃ自分たちもめっちゃ気になる。めっちゃ気になる、うん、楽しみ。山田今日来てくれるって。何がライブ、告知があったら、うん、告知が終わったらしよう。告知が確かに、じゃあ、山田京くんのお楽しみはちょっと後に預けるでしょうか。山田京は置いといて、今日は置いといて、置いといてまだまだね、告知する内容たくさんあるんで。そうなんだよ、まだあるんです。じゃあ続いての告知に移りたいと思います。はい、お願いします。なんと、セカンドシングル発売記念としてCD ディスプレイ選手権をインスタグラムにて開催することになりました。何ですかそれは。何ですかそれはと、はい、こちら説明させていただきますね。お願いします。はい、ピースサマー、トレジャーの通常版、初回限定ピクチャー版の CD や Amazon のメガジャケなどを使って皆さんのお手元にある CD でディスプレイしてみてください。はい、この期間中ですね、お客様のインスタグラムアカウントに CD をディスプレイした写真をですね、うん、ハッシュタグエンジンディスプレイ選手権をつけて投稿していただくと、皆様に投稿していただいたディスプレイ写真をですね、エンジンメンバーがいいねを押したり、ストーリーで紹介したりなどしちゃったりするかもしれないということなんですけれども、はい、さらに特にですね、素敵なディスプレイ写真を投稿していただいた方、上位3名、ね、上位3位の3名様をエンジンメンバー全員による個別ズーム表彰式にご招待いたします。表彰式だってよ。じゃあメンバーがいるってこと。そうなんです。僕たちメンバーで表彰してあげる。その3名の表彰をさせていただきます。お願いします。お願いします。すごいね。はい、どうした。なんかこの企画ってさ、ミューズの皆さんがやってくれてるの見てさ、うん、できたさ。そうそうそうなんですよ。だからなんかこれからもなんかミューズ発信で僕たちに届けてくれたら、また新しく企画もね、できるかもしれないかもしれない。確かに確かに。ぜひみんなで作っていきたいですね。ね。そのファースト両面シングルのさ、その声優ネームエンジンの時もさ、なんかいろいろみんな個別のさ、なんかいい感じにデザインしてくれたりとかさ、うん、CD の周りになんか装飾してくれたりとかさ。うん、すっごいなんか、うわ、めっちゃ可愛いねみたいな話だったじゃん、うん、そういうのめちゃめちゃ嬉しいよね、こっちが。めっちゃ嬉しい。綺麗だね、これ綺麗だねって言ったもん。そう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 、この人の声綺麗って。そうそうそう、こういう繋がれるのもいいよね、うん、そうだね、うん、だからさ、エンジンだらけだよね。そのなんかさ、言ったら通常版とさ、うん、メンバー別のさ、ソロジャケが9人あってさ、こんなめったにないじゃん、うん、だからこんな企画ができるのも、まあ言ったらエンジンだけっていうか、エンジンならではっていうことだし、うん、まあ、あとはその、ね、さっきエリック言ってくれたけど、
ミューズファンの人たち発信でできることってさ、やっぱさ、すごいじゃん、うん、そうね、それ、それも一緒に作り上げていく上ですごいエンジンらしさもあるし、めちゃめちゃ素敵な企画だよね、うん、どんどん取り入れていくことですね、うん、はい、というわけで皆さんぜひご参加していただけると嬉しいです。わー、はい、これはですね、インスタグラムの、はい、どうぞ。コメントであの CD は通常版でもいいんですかって言ってたんですけど、大丈夫ですよね。どのディスプレイでもメンバー の, あの9人集めなくても1人でも大丈夫だし、通常版のやつだけでも全然大丈夫です。そうだから滝つばだけの CD だけでも全然大丈夫です。滝つば以外のあ、滝つば以外の意外の滝つば以外の滝つば以外だったら楽しそう違う、えっ、うん、おお、なんとここでスタッフさんから、よいしょ、え、初めて見た、えやっと、初めて見た、本物が、え、でも初めてだよ、初めてか、現物は初めてじゃん、現物は初めてだ、え、すごい、え、今今インスタライブでサプライズ、待って待って、綺麗な水色見えた、すごい、え、すげえ、やば、かっこよ、自分で言う、ちょっと自分で言う、ごめんごめん、自分で言っちゃったよ、それおいふふ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 、色味めっちゃ可愛い、めっちゃいい、ありがとうございます。このさ、横の箱を見てよ、ね、すごい、すごくない、え、なんか感動だ、ね、めちゃめちゃみんな漏れてるね、やっぱりね、専用ネームと違ってさ、うん、ドアップだよね、ドアップよ、ね、めっちゃいい、顔ですって感じ、顔です、ね、顔で勝負してください。うちのビジュアルだと言うことは違うか、さすがです。まあこの CD だけでもね、十分満足できるんですけれども、まあ、皆さんの手でそのディスプレイしていただけると嬉しいです。ちょっと遠いのもありますか。エリクさん、エリクさんかぶってます。じゃあ京都遠いも見せて、あ、そうね、見せとかない、どこ、あれ、あ、いた、京都遠い、これこれ、どういうの、これテレビ出るよ、みたいな、はい、チュッ、見てるからね、多分2人も、チュッ、今、キス顔披露してしまった、誰が、この2人の、マジで、うわぁ、あ、いいなぁ、俺も披露したかった、でもこういうの大体、世の中だなぁ。やめろ、お前、キス顔って言ったらまあね、世の中だな、私もやめろ、はい、はい、というわけですね、このディスプレイ選手権 の, あのインスタグラムの投稿期間なんですけれども、8月3日火曜日から、あ、じゃあ8月3日の火曜日10時からですね、うん、から8月10日火曜日の23時59分までとなっておりますので、うん、皆さんお忘れないようにお願いいたします。お願いします。そしてですね、エンジン公式アカウントにてインスタライブで結果発表を行うんですよ。あ、はい、はい、これはですね、中間発表が2021年8月8日日曜日の8時から、うん、そして結果発表、最終結果発表が2021年8月13日金曜日の8時からとなっております。さあ、はい、皆さんぜひぜひどしどしディスプレイ、こちら CD またメッセージがかかる、うそ、おー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 、気になるね、おい、セイヤーネーム続きまたメッセージが書かれておりますので、こちらぜひ皆さんチェックしてください。へぇ、してうわっ、なるほどね、なるほどね、めっちゃおしゃれ、おしゃれ、めっちゃおしゃれなるわ、バカにすんなよ、まあワールドワイドで伝わる、そうね、ワールドワイドしか答えてる今、はい、はい、こちらのしかも Zoom 発表式の日程もちょっと発表しちゃいますね、はい、はい、8月16日月曜日の6時から9時頃に僕たちから表彰するという形になりますので、はい、皆さんぜひぜひぜひ参加してみてください。お願いします。お願いします。じゃあ続いていきましょうか、はい、じゃあ僕から次の告知をさせていただきます。何があるんですね、いっぱいあるな、いきます、はい、セカンドシングル発売記念、うん、インターネットサイン会実施決定いたします。まだできるんだ、ファーストサークルじゃなくてこの前のライブデビューデビューシングルのでリリースさせていただいた時もね、うん、あの やらせていただいたんですけど、うん、リミスターにて、うん、プリスサマートレジャーの通常版と、はい、あの好きなメンバーのピクチャー版ですね、うん、今持っていただいてるものをご購入いただいたお客様に、生配信ですね、この前だとリミスターさんの、YouTube で生配信させていただいたんですけど、うん、それと一緒で、ピクチャー版の
もうこの盤面にですね、お名前とサインと日付を書いてお届けしていただきます。なので、あのインターネットサイン会なんで、外出先、お仕事中とかでも、うん、まあ、お仕事中は見ちゃいけないから。見ちゃいけない。僕たち、許してくださいということで、ご自宅とかでも、どこでも、日本全国どこにいても参加できるリリースイベントになっております。うん、まあそうですね。で、この機会、この機会じゃない、今回は、前回のように3人ずつまた、はいはいはい。で、日付が、今回は分かれております。僕が発表したんですか？そう、1日目、8月3日、19時スタート。誰だ？エーリック、おい、草地亮の、お、おい、山田京さんの3人です。お願いします。なんで、コラボカフェと同じ日付ですね。なるほど、なるほど。コラボカフェで見れる。そういうことなんだ。いいね、金尽くしやって、そんな。恥ずかしい。で、そこでディスプレイもしてもらって。いい感じだね。そっか、でもあれだ。フラゲビでもあるからさ、8月3日。確かに。そう。だからエンジン尽くしになりそうな一日になりますね。ええ、じゃあやるの。で、まあ続いてですね、次の日、リリース日、8月4日には、同じく19時スタート、熊沢文也。はい。中谷日向。はい。宮里ソルさん。ウェーイ！来ます。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 決まった一言目が決まず、ありがとうございます。決まずちょっとソル悲しそうや。決まずありがとうございます。決まずちょっと目合わせない目合わせられない。ちょっと気をつけて。じゃあ続いていきます。はい、はい、で最後ですね、8月5日19時スタート、はい、で残りの3人、滝沢翼くん、はい、中林東郁、はい、そして中本大河、3人となっております。はい、1日3人ずつか、行わせていただくので、はい、しかも楽しかったよね、インターネットサイン会。いや、マジで楽しい。あれさ、インターネットサイン会、サインとしても残るけどさ、映像としても残るからさ。他の人のやってるの見るの面白かったよね。そうそう。しかももっと書きたいなって思っちゃったよね。たくさん書きで。たくさん書きでよ。ケイクさん書きの。たくさん書きで。前回のやつ、2回したの？2回した。めっちゃ見返した。ちょっと気になってる。なんかあれだよね、その、本当に、こういう企画って大体さ、リアルタイムでいないとさ、難しいけどさ、これってさ、残るから、そうだ、映像が。だからそこがあれだよね、一つの魅力だよね。だから、まあでも本当に、あれだね、この、あ、そう、中国というか、中国語注意になっちゃうんですけど、あの、リミスタにて、購入していただけないと、あの、インターネットサイン会に参加できないので、ちゃんとこの通常版と、メンバーのそれぞれメンバーのやつ1枚ずつをリミスターさんで購入していただくことをちゃんと、なるほど、心がけていただけるようにしていただければ、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。うわ、これもまた気になるね。もうめちゃめちゃ多い。もうだって今した中でも結構いろんな告知ありましたよね。ある、まだあるんです。まだあるんです。今まだあるんですね。まだあります。4つ目でした。じゃあ続いては中谷ひゅうがいきます。じゃあ5つ目いきます。はい、8月2日の12時から12時0時から、はい、トレジャーの先行配信がスタートします。うとうとうあのトレジャーが、トレジャーと、とうとうトレジャー、トレジャーいいよね。トレジャーいいよ。いい、今日僕たち練習したよね。練習して練習した自主練で練習しましたよ。はい、やっぱタオル回したくなるな。いや、ほんまにやっとやっと。でもまたピースサマーと違ったさ、良さがあるというか、もうなんか最初はさ、結構落ち着いた感じ。そう、本当になんかもう涼しい風がなんか朝ぐらいなのかな、午前中なのかな、うん、スワーって入ってきて、サビでもうそこら辺にあるタオルをこうやってぶん回したくなるよ。やばいね、あれね、あの温度差ね、あの温度差なんかあの温度差ってさ、他の曲にあんまないよね。なんかあんな急に変わるって、そうまあ、あんま聞いたことないなと思って、ね、最初バラードかなって思うぐらい、そう、もっと思って、確かにバラード曲なのかなって思うぐらい落ち着いてるのにさ、サビとの高低差すごすぎて、そうね、うん、あれは、本当僕も大好きな曲、はい、大好きな曲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 、早くライブで披露したい、ね、したいな、ね、披露したけど、この前したけど、またね、また、確かに、あの曲はライブがあってこその曲でもあるし、うん、あのタオル回すっていうのは。しかも、そろそろさ、現場でまたね、そう、ボーイパニックとかね、そうね、あるんですよね、まだね、まだね。じ
ゃあそれを先行配信が8月2日からなんで、皆さん楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。もうちょっとだね。本当もうちょっと、もうちょっと、うん、はい、聞いてほしい、聞いてほしいね、うん、はい、じゃあまだまだ行きます。まだ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 行きます。まだ皆さん終わりだと思ってません？終わると思ってません？エンジンがこれでもなくないよ。まだありますよ。はい、6つ目ですね。はい、6つ目。じゃあここでタワーレコード、タワーレコード推しメン展公開でございます。はい、こちらですね、まあ、前回も、まあ、その推しメン展というのがあったんですけど、うん、またさらにいろんな店舗が加わった内容となっておりますので、ありがとうございます。まあ、もうすぐね、まあ、このライブが終わり次第その、うん、店舗紹介などあの公式から多分発表があると思うんですけれども、うん、もういろんなところ全国各地に僕たちの推しメン店があるんですよ、ね、うん、あの大丈夫ですかお二人さん。お二人さん大丈夫ですか。前髪の乱れは心の乱れ。あ、乱れてた。ちょっとちょっと思いすぎちゃった。乱されました。あらまあ、でした。あらまあ、人がね一生懸命感じてた。何してんの。くまちゃん俺久しぶりに喋ったもんね。久しぶりに喋ったよ。元気してた。元気してた。元気してた。はい、はい、こちらですね、推しメン店でセカンドシングルの10形態のうち、うん、1枚でも CD をご購入いただくと、うん、直筆サイン&メッセージの複製シートが発行されるという。書いた書いた書きましたよ、うん、はい、そしてまた6月15日に恵比寿リキッドルームにて行われたエンジンアニバーサリーライブファーストサークルのフォトパネル展を開催してくださるお店もあるそうなので、はい、この後ツイッターにてタワーレコードさんの推し麺店一覧をですね公開するので、詳細をぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。今回は前回と違って全国展開されるからね。いやもうそうなんです。全国全国全国本当に北から南まで、そう、北は北海道、南は沖縄まで。おい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 しかもさ、今回は1店舗だけじゃなくて、おのおのがさ、何店舗かあるから、うん、そこもね、それぞれの押してくださってるファンの皆様、行きやすくなるのかなって思う、うん、すごく。いや、マジで、本当に地元のね、タワーレコードさんがもしかしたら、うん、その押し目手になる可能性もね、可能性も、可能性もあるかもしれない。あるかもしれない。はい、ご購入していただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。推し目手で。CD を購入していただけると、そう、ね、どれでもいいです。ああ、そう、はい、10形態のうち、そう、はい、だからなんかもしなんかソルの推しメン店でヒューガの方としても俺の服来ちゃうからね。もしね、そういう間違いあるから。あ、そうだね、そうだ、そうだ、そういう間違いあるからね。そういうことだ。あれみたいな、あれみたいな、ヒューガ推しなんだけどなみたいな。これもソルって書いてあるよね。あれなみたいなこともあるから、そこ気をつけてね。そこだけ、そこだけ気をつけてもらえば。確かに、あるかもしれない。お気をつけてお願いします。さあ次が最後の、おお、お知らせになります。よっしゃ、今日最後ですね。ではお知らせ7番、8月4日お僕たちのリリース日ですね。はい、ピースサマートレジャーのセカンドシングルのリリース日に、はい、ピースサマーの MV が公開されます。マジでやっと、もうね、早くも見てほしかった。あのね、うん、さっきも見たぐらい、何回でも見れるぐらい本当に素敵な MV に。マジでいい。マジでいい。マジでいい。もう始まりから半端ないな。半端ない。本当に。マジでマジで。どっちかどっちか。うん。やっぱソル、今回俺ソル優勝だ。ソルしか優勝ないねー。それだけね、倍夏を感じる。そうね、そうそうそう、夏を通り越してる気がする。そうね、結構今回僕がちょっとね、暴れまくって暴れまくっちゃってるので、そこちょっと期待ですかね。そうね、ティザー映像とかもキンキンで公開されているので、8月4日に、みんなね、うん、頑張ったね、うん、楽しかったしね。しかもなんかね、今回ね、本当に天使もいるから。あ、天使もいるから。天使とは天使もいるから、ちょっとみんな
楽しみに、うん、8月4日0時00分を0時00分ね、はい、お楽しみに、はい、待っててくださいね、はい、よろしくお願いします。暴れ系の MV って言われてる。はいはいはい、7個あったさ、7個7個お知らせあったさ、7個、はいはいはい、2回やってきてる。はい、1つ目、おーせーの、こだおカフェそっかカイサリン、やりたいだけやろ、それやりたいだけやろ。あの、整理って言っときながら、それやったら全然整理そうだよ、ほとだの息合わせてからね、念入りに打ち合わせしてからそうだね、しっかり整理しますか、はい、はい、そうですね、コラボお願いします。はい、コラボカフェ開催、1つ目、はい、コラボカフェ開催が1つ目と、はい、続いて2つ目は、Spotify で毎日このキャンペーンを実施しておりますので、はい、当たるとね、毎日1名の抽選でこれ当たりますので、はい、ご参加ください。お願いします。はい、続いて、はい、続いて3つ目がセカンドシングル発売記念の CD ディスプレイ選手権をあのインスタグラムにて開催いたします。はい、皆様ぜひね、あのいい感じにあの装飾していただいてたりとかね、いい感じに撮影していただいて、はい、ぜひ僕たちから表彰を受けてほしいなと思います。はい、はい、続いて、続いてが、セカンドシングル発売記念インターネットサイン会でございます。そうですね、注意すべき点としてはリミスタさんの方で、こちらを通常版と、メンバーそれぞれのやつを1枚買っていただけると、インターネットサイン会に参加できます。ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてひろくん、続いて8月2日、うん、0時00分からトレジャーの先行配信が開始します。マジで聞いて、マジで聞いて、本当にマジで聞いてほしい、いっぱい聞いてください。めっちゃいい曲だから。はい、というわけで6つ目、あ、なんかいい、はい、違う、キャッシュじゃない、あ、キャッシュじゃないキャッシュじゃないね、ちゃんと数してくれてるから、ありがとう、ありがとう。はい、この後ですね、このライブが終わり次第、タワーレコードの推し面展を公開していきますので、皆さんぜひそっちもチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてラストは、そしてあの8月4日0時に、ピース様の MV が公開されます。はい、合計7つですね、告知情報は。めっちゃ盛りだくさんやー。はい、そんな8個目までは、8個目、どうしよう、山田京あ、忘れそう、あ、忘れそう、今日ちゃん、今日待ってくれたのかな、今日ずっと待ってんのかな、これ多分今日抜けてんのかな、今日ちゃん、ちょいちょいコメントしてくれてた、でもうあれかな、もうお仕事の時間かな、そうだね、だって明日から、これもなんか言ってあげるせいかな、そうだね、京都劇場にて、ね、開催される7月23日からか、そうそうそう、あ、繋がるよ、繋がる、マジで、え、マジで、そう、おぉ来た、見えてますか、あ、やばいやばい、全然なんか、あ、来た来た、今日ちゃん大きい声で喋って、こんにちは、こんにちは、やっほー、皆さん元気ですか、いいよ、来てくれてる、嬉しい、きょうちゃんは今どこにいらっしゃいますか、今京都にいます、うぇー、現場から大変でございます、怪しいニュースです、怪しい中林さん、今、遠いくんね、なんかちょっと取り込んで忙しいらしいです。なるほど、皆さんこんにちは、エンジンのファンみたいな、めっちゃ、ありがとうございます、ニュースとかですか、全然いっぱい聞いてください、推しです、推し、何推しですか、え、この子推しです、え、どの子ですか、あー、クリアパイルか、いや、ずらしたな、今ずらしたな、最初、ヒューガ君と間違えてたから皆さん、得点やばいですね、これもう、楽しみ、聞こえてる、ね、楽しみね、俺、ちゃんとメモってたから、ここに、ほら、どうした、きょうちゃん、はい、きょうちゃんが明日からやるさ、舞台でもさ、みんなに教えてくれたら、はい、あ、はい、僕とトイ君が、出演させていただきます、舞台、初等教育ロイヤル、明日から本番です、25日までやってるので、ぜひ皆さん京都に、まあ、足を運んでください、京都で会いましょう、オンラインもやってるね、はい、オンラインもやってます、うん、お、ぜひあの初等教育大人小学生っていうあのツイッターをあのいろいろ情報あるのでそっち見ていただいたらお願いします、はい、お願いします、見てあげてください、楽しいんだね、それもね、うん、確かに、じゃあ
ない中、ありがとう。ありがとう。頑張って。こちらこそ。頑張って、早く寝てね。うん。はいよ。みんなもありがとう。トイにもよろしくね。あ、よろしく。トイ君来れなかったけど、よろしくって言っといてって言っとったって言っといた。言って今から言った。言っとったって言っといてって言っとったわ。うん。寂しかったら電話してね。うん、電話する。うん。ありがとうね、来てくれて。皆さん、おやすみなさい。お疲れ。よし、ごん。お疲れね。明日も来てくれるかな。明日も出てくれる。あ、かぶった、かぶった。おい、おい、おい。明日も出てくれるかな。君たち何様？いいぞー！やーい。ありがとうございました。おやすみ。山田京さんでした。はい、みんなさんがね、たくさんコメントしていただいて嬉しいですね。コメントちょっと読もうか。そうだね。ちょっと今ちょっと皆さんのコメント読みタイムに移ろうかなと思いますけども。うん。かぶりすぎ。かぶりすぎ。どうですか皆さん、このエンジンのたくさんね、これからの情報を出させていただいたんですけれども、うん、どうでした？どうでしたか？どうでした？トメラ何様、ピース様は結構もう主流化していましたね。そうなんだ、これ俺初めて聞いたんだけど。初めて聞いたんだけど。見た見た。みたいなんです。雲が雲やったので。違う。あ違うっていう。はいはいはい。はい、どうしました？ヒューガ君愛嬌してるって。気になる！気になる！久しぶりのね。ね。ヒューガ君のサービス、ちょっとそうですね。もう復活してるから。そうだよ、確かに。うん。あのカメラの前に。愛嬌してないヒューガ君、復活とは言えない。確かに。前行っていただいて。何してんの？愛嬌愛嬌。何しかも愛嬌してる。さあ、お、どうやってやるんですか？知らないよ。先輩に聞くな。皆さんお久しぶりです。何したらいいのやろう。ガチで。愛嬌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 ね。顔見せた方がいいんだよ。一瞬も少し。うさぎにピーです。一瞬だな。マジで一瞬だな。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。休学不足の僕からしたらすごい満足です。満足です。一週間目だから。そうだね。満足です。しかも。エンジンと出会えて最高ですって。まあ、嬉しい。エンジン最終回これ。エンジン最終回。私も本当にみんなに出会えて本当に最高な。うん。なんていうのかな。もうで、言葉さえしてないよね。これ長くなりそうなやつだから途中からコロコロ涙出てくるんだよ。うん、心が、うん、うん、やめよ。かわいすぎて高血圧だったわって。抑えて抑えて、すごいな、もう血圧測ったんや。うん、早いな。前、存在が愛嬌。お知らせたくさんで頭パニックだけど幸せ。よかった、嬉しいね。この後多分ね、公式 SNS の整理されたものが多分絶対出るはずなんで、うん、それちょっと要チェックでお願いします。はい、お願いします。いや、もうやっぱりエンジンの夏はまだまだこれからというそうですね。ここからスタートですよ。まだ梅雨晴れたばっかだから、皆さんこれからね、あのエンジンと一緒に暑い夏にしようぜ。イエーイ。いや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 、その前との温度差な。前との温度差なんでこんな元気ないの？これこれずっとクマちゃん下の携帯ずっと見て、なんか明日のショーみたいになってるもん。もう一度なーって。関係欲しいさん。そうか、あれだよね、ピース様やっぱドライブね、すごくいいって言ってくれたからね。そう、タイガのさ、その個人のインスタのアカウントのストーリーの、ドライブのストーリーが上がってたんですよ。あ、ありがとうな。あの。運転運転してよ、ちょうどお母さんに撮ってもらったんで。お母さんだよね。ちょうどピースサーマーかけてました。おー、気持ち入ってるね。アクアラインに乗ったんで。はいはいはい、はい、ちょうど海じゃん、アクアラインって、うん、だから絶対ピースサーマー、その前にピースサーマーかけたんだけど、一、うん、回止めて、うん、海にこう上がった瞬間にピースサーマーかけた。あー、そうそうそう、いいね。いやいや、皆さんアクアライン撮りましょう。アクアライン、そうじゃない、ピースサマーの行きましょう。ちょっと間違えた、ごめん。アクアラインも通ってピースサマーだ。そうだね、うん、アクアラインだけじゃなくて、ね、海沿いだったりとか普通にドライブする時でもいいんでね。どこでもいいよ。そう、どこでもいいんです。どこでも合うんです、この季節は。こ
今季は本当に晴れてっか。だから夏といえばエンジンにしよう、今年の夏は。そうだね。今年の夏はエンジン。あとさ、ボーナストラックの声優ネームの、トーリーツさんがリミックスしてくださったやつ、皆さんぜひ聞いてください。これやばい。これやばいよね。これやばい。言い忘れてた。やべえの、やべえの。やべえよ。これちょっと聞いて驚く方もすごいいるんじゃないかな、これ聞いて。そうだよね。この声優ネームは、夏、マジで、夏も聞ける。そうそうそう。なんか冬のさ、ちょっと、こじんまりとした時期に、こういう曲聴いて、なんか心落ち着かせる的な感じだと思ったんやけど、なんか夏っぽくなったというか。夏版声優ネーム。多分皆さんの想像を、多分いい意味で裏切るような。そう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 。こんな感じ。3倍から5倍裏切ってくるから、マジで。めっちゃ裏切る。5倍も裏切っちゃう。そう。結構裏切る。エリックさ、よく豆腐食べるんだけどさ、豆腐主食にさ、おかずとして聞きたい。あ、じゃあ今、豆腐ビッツさんに謝ってください。豆腐ビッツさん、めちゃめちゃ謝ってくださいおなじみのいじりもしなきゃね。そうだね。まだいじる価値もじゃないんですよ。すごかったもう全身になんか稲妻走ってる稲妻走ってるアニオアニオちょっとギャル2人稲妻って何で稲妻って何でデッキ最近よくなってるよなってないよなってねどうなの話梅雨を繰り返してるごめんめちゃめちゃねそうそうそう時期あったけどね考えるせーの。見せた。いつもやけど、いつものやつね。せーの。ビースタマン。なしょうもねえ。マジかよ。マジかよ。決めとけばギャル。マジかよ。ギャルさ、コラボカフェでもね。そう、気になるこれ、おカフェでやるから、うん、めっちゃ今の滑ったもんなかったから平気にやるかって今滑ってたうん、滑ってないよ滑ってないの滑ってないよすごい、今の空気で滑ってないってじゃあ、滑ってないってじゃあそう、伝わってないかもしれないけど現場では地獄の風すごいここに人投げるための伏線だったんですげえすげえプロだわプロだそういうことなんだよなまあね
ラコミュニケーションも一緒やな、アレックの。でも一緒だな。トイ君突っ込んで。いや、そろそろ1時間になりそうだからね。そうだね。うん。じゃあそろそろ皆さんとお別れの時間が近づいてきちゃいましたということで、皆さん僕たちからの告知だったりいろんな情報どうでしたか。めちゃめちゃ盛りだくさんだったんでね、今後のエンジンも皆さん応援のほどよろしくお願いします。お願いします。みんなこれじゃたくさん聞いてね。うん。さあ、じゃあというわけで以上エンジンでした。バイバーイ。まだまだお話し会待ってるからね。そうだね。お話し会会いましょう。来てね。バイバーイ。クラブは忘れるな。うん。